今日最初のシュートはマーブル・ハリスのミドルシュートでしたがリングに切られました。さあ神里シュートを打つ、神里のジャンパー、ここをなんとか抑えます磯野。さあウッドベリー、もう一度谷口打っていった、スリーポイント谷口のスリーポイントシュートがありました。こちらが谷口のスリーポイント、ウッドベリーからケミンコッツァ、バスケットカウント、シュート決めてアンドワンです。カウントしようから長吉、ここもコッツァーがブロック取られました。このコッツァーの長島、クミコッツァーからソーシェリフ決めます。おっとここはボールを奪いました、グッドスティールだ、そしておっと落ちましたがソーシェリフがカバーしました。長島からソーシェリフ、そしてさあオープンショットになった、このスリー決まった、福岡がタイムアウトを取りました。福岡は前半2つ目のタイムアウトということになりました。山本ショットクロックも残りわずかですが決まった、ウッドベリー、ここはカント塩がついていますが決めました。ウッドベリー、ウッドベリーの今日最初のポイントです。熊本ロスター10人、試合直前に戸渡りが欠場ということになっています。あー決まりました、ここはカント塩とのマッチアップになっています。30秒切りました。第2クォーター、磯野から谷口へスリーポイント、谷口がスリーを打って決まった、スリーポイント、谷口のこのスリーポイントシュートが決まっています。磯野中のコッツァー、しかしここは神里が抑えた。さあ谷口オープン3、谷口ウッドベリー、ウッドベリーが行きました。磯野からケミコッツァー、ブリーゴードンとのマッチアップ、バスケットカウント、さあ決めました、そしてファールももらっています。マブハリス、ゴードン、ゴードンシュートを打ってません。ケビン・コッツァー、ナイスリバ、ナイスディフェンス、そして磯野、磯野からソーシェリフ、見事なコンビネーションでした。長島のドライブからのレイアップ決まっています。山本のペースゲームからこの第4クォーター始まりましたが、山本のドライブからのシュート決まりました。リバースショット、さあまた山本スリーポイント、のこの山本、熊本、そして長島のドライブからのレイアップが決まりました。